スティーブ・スミス・デラノ・スミス、1969年3月31日隊は NBA で活躍した元プロバスケットボール選手。ポジションはガード。身長203センチ、体重100キロ。長身ガードとしてマジック・ジョンソン2世と呼ばれた。ミシガン州立大学時代にマジック・ジョンソンのさらいとして注目され、1991年の NBA ドラフト5位でマイアミヒートに指名された。1995年にはアトランタホークスに移り、1998年の NBA オールスターゲームに出場している。その後、ジミー・ジャクソン、アイザイア・ライダーとのトレードでポートランドトレイル・ブレイザーズに移籍した。2001年のオフシーズンにはデレック・アンダーソンとのトレードでサンアントニオ・スパーズに移籍。 2003年の NBA ファイナルでは優勝を味わったが、マヌジノビリの台頭もあり、プレイオフを通じて出場機会は限られた。その後ニューオーリンズ・ホーネッツ、シャーロット・ボブ・キャッツでプレイした。2005年2月24日、トレード期限間際にマリック・アレントのトレードでフルスノヒートに移籍し、そこで引退宣言をした。 1994年にドリームチーム2に選ばれ優勝している。また、2000年シドニーオリンピックでも代表に選ばれて金メダルを獲得した。スミスはチャリティー活動に精力的に動いていることで知られている。また、2002年にはジョー・デュー・マース・スポーツマンシップ賞を受けている。NBA キャリア通算試合あたり14.3得点。 3.2リバウンド、3.1アシスト、3ポイントシュート、成功率35.8%を記録した。ホークスチーム記録の1試合9つの3ポイントシュートを決めたことがある。現在は、ホークスのゲーム中継の解説と TNT トンバット部の解説者を務めている。バスケットボールレファレンス。ありがとうございます。